ブリッドに対するいろいろな操作について説明します。シェアをクリックするとグリッドを共有することができます。コピーをクリックするとグリッドの URL をコピーすることができます。 SNS やメールで共有するときに使いましょう。 QR コードをクリックするとグリッドの QR コードをダウンロードすることができます。ブログに埋め込むためのコードを取得したいときはここをクリックします。 Google Classroom リマインドに直接シェアするボタンもあります。アクションズボタンをクリックするとクルダウンメニューが開きます。一番上のエディットグリッドはアクションズボタンの隣のエディットグリッドボタンと同じ働きです。アドアコパイロットは共同管理者を招待する機能です。招待したい方のメールアドレスを入力してインバイトをクリックすると招待状を送信します。デュプリケートディスグリッドはグリッドを複製する機能です。グリッドノーティフィケーションズではグリッドに投稿があった時の通知を設定できます。Teams インテグレーションは、Microsoft Teams との連携を設定する機能です。Delete Grid は、グリッドを削除する機能です。削除すると元に戻せませんので注意が必要です。